次、トマッティさんからいただきました。みのりん、こんばんは。こんばんは。1月から12月までを英語で順番に言ってください。もちろん言えますよね。あ、待てよ。私の誕生日は、ディセンバー。12月ディセンバー。あと、お父さんの誕生日、オクトーバー。オッケー、オクトーバー。お母さんの誕生日、メイ。待って。あともっとあるもんね。テンバー系がもっといるもんね。セプテンバー。セプテンバー、オクトーバー、フェニアリー。あ、フェブラリー。あ、フェジュラリー。え、ファブラリー。なにフェブラリー。フェブラリー。マーチ。マーチあるよね。3月はマーチ。マーチ。マジあ、順番になったのこれ。全部、なんか抜粋でいいんじゃないのちょっと、ここしか言えなかったじゃないの。もっと時間いただければ全然言えました。ということで、こんな感じで私が30秒でできそうなことを送ってください。以上、30秒チャレンジ、レディーステディーゴーのコーナーでした。ということで、第75回目なんですけど、今1月から一緒にもう一回考え直そうということになって、1月ジャニアリー、フェブラリー、マーチ、エイプリル、メイ、ジューン、ジュライ。そう、これ流れで覚えたの私。ジューン、ジュライ、オーン、ガスト。ちょっと違うの？ちょっと違うの？エーゲスト？何？アーガスト？あ、何？オーゲスト？オーガスト？あ、オーガスト！9月なんだ？ 9 月なんだ？セプテンバー？セプテンバー？セプテンバー、オクトーバー、ジャリアリー、セプテンバー。私、1年できないんだ。1年数えられないんだ。私、11月だって12月がディセンバーでしょ。あ、わかった。セプテンバー。9月だ、なんでだよ。ねえ、なんで。11月は何、本当にお休みなせでいいんですか。これやばい、これまた荒れるぞ私の学力が。それでは今夜はこの辺でお別れです。お相手は水瀬いのりでした。おやすみなせ。水瀬いのりメロディーフラッグ。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。